こんにちは。今回から2003年灘中学校算数1日目の問題解説になります。まずは四角1の計算問題ですね。今から問題を流します。問題を解く人はその時点で動画を止めて解いてみてください。で、解いていきますね。どういう計算かっていうと、2003足す四角ですね。これを足したものに4分の1、5分の1、6分の1、7飛ばして8分の1ですね。これ足す10分の7。9は出てこないみたいですね。これを計算したものが2と6分の5になっています。これもうちょっと見やすい形に書き換えてみると、この4分の1、5分の1、6分の1、8分の1ですね。分数の分母に当たるところ。4×5×6×8 分の2003足す四角ですね。これに10分の7足したもの、これは2と6分の5、2足す6分の5になりますね。このまま普通に計算していってもらってもいいですし、こういった分数が出てこないように全体に 4×5×6×8 ですね。960をかけた式、こういう風にしてもらっても構わないです。これ結構単純な式なんで、全体に960ですね。これをかけた式にします。2003足す四角。10分の7に960かけます。96×7 ですね。672になりますね。さらにこっち側にも960かけますね。960の2倍、1920。で、960×6 分の5ですね。800になります。で、このまま一つずつ順番に計算していってもらってもいいですけれども、イコールの右側と左側同じですね。同じものここから引いていきます。1920引きます。こちら側からも1920引きます。そうすると83ですね。83と670に足すと755。四角と755足したら800になるわけですね。じゃあ四角に入る数。800から755を引いて答え45。こういう風に出すことができますね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。